さんこんばんは。株式会社 Teams の森園です。株式会社 Teams 稲木です。本日は皆さんご参加いただきありがとうございます。ありがとうございます。で本日は急速に進むオンライン化というテーマでイベントの方を開催してまいります。でまず流れなんですけども、まず Teams について、皆さん知らない方もいらっしゃると思いますので、 Teams に関するご紹介と、でその後に実際に日本の状況や海外の状況ですね、こういったコロナの状況でどういった状況になっているのかお伝えと、で弊社が実際にオフラインのビジネスからオンラインに変更していった経緯と、どのように成功していったかっていうところをお伝えしていきたいと思います。でまず弊社のビジネスについてご紹介させていただきます。で弊社はウェブサービスに関するあらゆることをワンストップで提供しております。本当にスタートアップだったりの企業様から大手企業様まで、新規事業をやりたい企業様も含めてご支援している状況です。実際にどんなサービスをやっているのかというところなんですけども、弊社は日本市場をはじめ、中国や海外市場も含めてですね、いろんなグローバルに活動しておりまして、でそういったところで、最初のコンサルティングのところから、例えばウェブサイトの設計だったりデザイン開発、あとはアプリ開発だったりだとか、オンラインショップ、あとはデジタルマーケティングとかですね、あとはビデオの撮影とかアニメーションとか、そういったところもトータルで支援している状況になります。で後ほど詳しいところをご説明していきます。で弊社のメンバーですね、弊社は先ほどお伝えした通り、日本を拠点にはしているんですけども、グローバルなメンバーで構成されています。で、ヨーロッパから日本、中国とか、いろんなメンバーが集まっています。で私は主に日本のお客様や中国のお客様、結構アジア圏のお客様に対するコンサルだったりとか、営業だったりとかそういったことを行っていまして、主にディレクションの方を担当しております。イニャキの方は、So this is Niyaki and I am 12 year experience in design, marketing and development. So I work for so many industries, bank, real estate, Spanish government, and since 4 years ago that we create Teams company. So now we are providing web service, design, UI, UX, marketing, and application development for Japanese companies. 簡単に説明すると、イニャキはもう12年以上のキャリアを積んでおりまして、デザインだったり開発、あとはデジタルマーケティングとかもあらゆることに精通しているメンバーになります。でも4年以上前にもう日本に来ておりまして、一緒に会社の立ち上げの時から一緒に切磋琢磨してきたメンバーになります。でまずですね、弊社のサービスについてなんですけども、まずコンサルティングの方をスタートに、まずコンサルティングを通して、どのようにお客様が、どういったサイトにしたいのか、アプリにしたいのかだったり、何の目的でやってらっしゃるのかというのをヒアリングした上で、そのビジネスモデルだったり考えとかに合わせたデザインの設計を行っております。でデザインもただ美しかったり綺麗なだけではダメですね。どういったその目的ですねに合わせて作っているので、例えばプロジェクトの拡大だったり、お客様見込み客の増加だったりだとか、ライバルとの差別化だったり、そういった売り上げの拡大ですね、そういったところも含めたデザインの設計にしております。で、よりそのユーザーさんにとっても使いやすいサイトを心がけております。で弊社はコーポレートサイトとかそういったウェブサイトだけではなくてですね、コロナの状況もありまして、飲食店だったりだとか本当に、B2B 向けのメーカーさんだったとしても、オンラインでどんどん販売の方をしていきたいっていうニーズが日々お声いただいておりまして、そういったところで弊社の方も以前からオンラインの
EC サイトの制作だったり行っていたんですけど、まあ、いろんな、まあ、決済方法だったりだとかも含めてサポートの方をしております。で、あとはまあそのデジタル面ですね、 SEO 対策の 方も非常に重要になってまして、まあ、ユーザーさんがネットとかで検索するときに上の方に検索が出てくるようにしないといけないので、そういったところでも Yahoo や、まあ、Google だったり、あとはそのもし中国市場とかであれば Baidu だったりだとか、そういった、まあ、グローバルマーケットにも対応した SEO 対策を行っています。で、またですね、ユーザーさんが、まあ、ホームページに見に来てくれると思うんですけども、そこに見に来ていただいた時のデータとかですね、うまく活用するっていうところの、まあ、サポートも行っております。まず、まあ、どんなお客様なのかとか、まあ、調査とか、まあ、分析とかを含めてサポートの方を行っております。で、あとはデジタルマーケティングとかですね、やっぱりその、まあ、お客様の方でも、まあ、やっぱり自分たちだけでそのマーケティングとかできる企業様ばかりではないので、そういったところで広告の配信ですね、 Google とか YouTube とか SNS の、マーケティングとかのサポートも行っています。で、あとはその、まあ、日本だったり英語圏の企業とかだったらそこまでウェブサイトに関して障壁はないんですけども、まあ、中国とかですと、まあ、ネットが繋がらなかったりとか、そういう、まあ、壁がありますので、そういったところのサポートだったりだとか、まあ、サーバーも中国でしっかり繋がっているようなサポートだったり、そういったことも行っていますし、あとは多言語対応の方ですね、そのやっぱりお客様もどんどんオンライン化していく中で、まあ、日本のお客様だけじゃなくて海外のお客様にもサイトを見てもらいたいとか、オンラインショップで買い物してもらいたいっていうニーズが多いので、そういったところで、まあ、日本語、英語、中国語、まあ、フランス語とかヨーロッパとかも含めてですね、そういった多言語の対応を行っています。で、あとは CR システムっていうところなんですけども、ここも非常に重要でして、ウェブサイトに訪問したユーザーさんのですねデータを集めた上で、そこからそのユーザーさんの傾向とかを、まあ、行動とかの履歴をもとに例えば新しい商品が出たとか、そういった時にも、まあ、御社の営業さんの方からそのユーザーの方のデータを通して、まあ、ダイレクトの E メールマーケティングとか、そういったところも含めた活用の方もサポートも行っています、はい、で、ここまでが Teams の、まあ、どんなサービスになっているか、まあ、一部でしたけどもご紹介させていただきました。で、次にまずその、まあ、オンライン化進む上でですね、まず、まあ、日本の状況とか海外の状況について、まあ、おさらいとしてお伝えしていきたいなと思います。で、まず日本では、まあ、その失業率ですね、まあ、2.9% 上昇しましたってあるんですけども、まあ、その先月とかからですね、さらに失業率が上昇している状況になります。で、さらに先月からも、まあ、日本での失業者数も、まあ、19万人ほど増えている状況ですね。で、さらにまあこういった失業された方だけではなくて、まあ、潜在のリスクもありますよね。今もいろんな政府が政策を通して、まあ、なるだけ皆さん失業しないようにとか、あとはその経営が怠らないようにやっているので、まあ、これ以上広がらないようにしているっていうのもあるんですけど、またさらに第2波とかで、まあ、第3波とか来た場合に、まあ、こういった失業リスク400万人ほどいらっしゃるとニュースで出ています、はい、で、主にまあ皆さんご存知の通り、まあ、どういった業界が主にやられているのかっていうところですけども、まあ、ライフスタイル関連ですね、ホテルとかレストラン、まあ、食品業界サービスとかもそうですし、あとはまあその、まあ、最初の頃ですね、コロナが始まった時もよく言われましたけども、音楽の、まあ、ミュージックのライブイベントだったりとか、そういった含めたエンターテインメントですね、あといろんなイベントも開催ができなくなりました。あとは卸売小売とかファッション業界とかですね、そういったところもなかなか消費が、皆さん外にも出ないのでなかなか買う方が
減ってしまってっていう状況ではあります、はい、でただ一方で、まあ、マイナスなことばかりではなくて、まあ、こういった状況なので、まあ、オンライン業界がかなり急成長している状況にはなります、まあ、そのオンラインショップ EC サイトだったりとか VR、AR とかオンラインゲームとかですね、そういったところは、まあ、今成長している状況ではあります、はい、でここまでその日本の状況だったんですけども、まあ、日本だけじゃなくてヨーロッパとか海外ではまあどういった状況なのかって簡単にご説明します、はい、About Europe, for example, likeBefore Corona, Europe was investing a lot in micromobility. What this means? Micromobility in the main cities, Madrid, Paris, Rome, all the cities are trying to move to a more easy movement. Like e-scooters is a big business right now in Europe. Why? Because after Corona, what's happeningis you don't need to take a public transportation to move around the city. Even the tourism, they don't have to take the risk to go in the subway or the bus or any other public transportation. So here we have two things. One, which is mixing the technology about the e-scooter and the application. So the application, what is making is like available for everybody. AndThis business even was before Corona, now is a really huge business in all Europe because of these reasons. Another type of business that are getting a lot of investment in Europe is about health. So all applications related with health, for example, a grandma who can check her health through the phone,and they can easily get a test, like how they are feeling by the applications, like all governments, all healthcare companies, they are trying to invest in these industries. Mm. Mm. 簡単にじゃあちょっとご説明させていただくと、まあ、ヨーロッパで主に投資されて成功している業界についてお話ししました。でまずそのマイクロモビリティのところなんですけども、まあ、主にそのパリとかマドリッドとかそういうヨーロッパの都市とかですね、かなりまあ以前から利用者は多かったんですけども、 よりコロナを通してですね、コロナ後はやっぱりまあ公共交通機関とか使うとどうしても同じ空間とかに居続けてしまうことになるので、そういうところを避けるためにまあ e スクーターとかそういったところのまあモビリティを使って移動していらっしゃる方がすごく多いです。なのでまあコロナ後にもかなりまあ e スクーターの方はまあ投資だったりだとか、あと業界の発展も含めて事業をさらに拡大していっている状況です。あとは健康ソフトウェアの方なんですけども、こちらもまあアプリケーションとかを使って、例えばまあおばあさんとかが離れて住んでるけども、まあ、健康状態がどうなのかみたいなのをリアルタイムで見れるようになってまして、まあ、そういったところのまあ健康関連のですね、業界に対しての投資もコロナの後で、まあ、コロナを通してどんどん増えているっていう状況になります。There is another business like they are making the transformation to online. For example, Inditex. Inditex is a holding company of Zara. Zara is one of the biggest business corporations in Spain. And what they are doing, before Corona, they were making like a huge investment in trying to transform their offline business to online.All the brands, Zara, Zara Home, Pull&Bear, Stradivarius, like all the small brands of Inditex, they were trying to make a great applications with amazing UI UX and easy to, from the logistic point of view. What that means? Like even you get from online a t-shirt that you don't like it and you really don't like it, you can give back in any store in around the world. It doesn't matter if I bought in Europe and I am in Japan right now and I really don't like it, I can go to Zara in Japan and I can give it to back them and they are going to refund my money. So the situation right now is Zara is going to close around 1,000 stores around the world. How many people are working for 1,000 stores?
and 300 of them are going to be in Spain. So, but at the same time, the opportunity is online, like more engineers, more designers, more qualified experts are going to make this online transformation. So what that means? We need more marketers, we need more designers, we need more developers, more engineers, and it's highest qualified people who is going to take about this part. So now, Sarah and Inditex, they are focusing on 100% online business. Sarah's company, Spain,会社の一つですけども、まあ、ザラやグループ会社ですね、そこも含めて、どんどんオンライン化の方を加速していくという動きになっています。で、実際に例えばそうですね、ザラは本当に世界中で展開しているので物流関係もすごく強いんですけども、例えば日本で買ったものだとしても、例えば自分がヨーロッパにいたとしても、そこで、どんなに この服がすごく買ったけども気に入らなかったと、なので、日本にで買ったけど今ヨーロッパにいるからヨーロッパで返却したりとか、そういったこともできるようになっています。で、今実際に、こういったコロナの状況も通して、世界にある店舗ですね、1000以上の店舗が閉鎖するという状況になっています。でそこでもより本当にもう店舗で販売していくというよりもオンラインでの販売の方を、より集中して取り組んでいます。なのでもうザラとしてもそうですし、ザラ全体のグループとしてももう完全にそちらの方をフォーカスしてやっている状況になります。 So what is the situation right now? Like even Teams, we were making offline events. We had a Teams blockchain summit, which was the biggest blockchain summit in Japan.And suddenly, like most of us, we get this corona situation, and what's happened? Like we had a real online transformation in just 2 months. I want to share like how the numbers of Teams Blockchain Summit. Teams Blockchain Summit we host one per year, and was around $1.5 million of income. Okay.This situation, because of Corona, we have to stop it. So this money was stopped. We couldn't make this money. So we make this transformation online. で、弊社自身もですね、今回のコロナを通してかなりビジネス転換を図っていきました。で、どういったことかと言いますと、弊社の今は何ですか、オンラインイベントの方を開催してるんですけども、そちらの前はですね、オフラインのイベントを開催してまして、数千人規模 のイベントを開催しました。Teams ブロックチェーンサミットといって、ブロックチェーン業界でも、日本の中で、本当に一番大きいサミットを開催してました。はい、で、それで、実際のところ、4月に開催予定だったんですけども、ただこういったコロナの状況で、イベントがキャンセル、やむなくキャンセルになりまして、そこで、実際の売上見込みは1億5000万ほどだったんですけども、そちらもなくなってしまいました。はい。 And then we move to chain talk application. So what we are hosting, a crypto and blockchain events online. So this transformation is took us 2 months development, designers, developers,and marketers trying to move this business online, and finally we make $2 million income. So the difference is we move from offline event we was making a high income, but after moving online finally we even make more than before. So how the online transformation can help your business is even you get lowest cost and higher income. そうですね。で、そこで今まではオフラインイベントの方で開催してたんですけども、こういった状況でオンラインの、チェーントークというプラットフォームの方を、2ヶ月っていう短期間でですね、かなり急いで開発しまして、イベントオンラインイベントの方の開催を行いました。で、本当に苦しい状況であったんですけども、マイナスに考えずに
まあ、早期にですねオフラインからオンラインに移ったことによって、まあ、こういう短期間ではあるんですけども、結局はその売上がオフラインで開催していた時よりもさらに上の売上を出すことができまして、まあ、2億円ほどの売上となっております。なので、まあ、こういったビジネスチャンスを逃さずに、まあ、言いたいこととしては、まあ、オフラインからオンラインに変えたとしてもよりコストを低くして、まあ、より大きな売り上げを上げるっていうことが可能ということです。で、まあ、どんなことを気をつけてチェントークというプラットフォームの方を開発していったかっていうところなんですけども、まあ、プラットフォームが、まあ、一貫したデザインですね、まあ、このプラットフォームを見ればこのチェントークのブランドだっていうのも分かるようなデザイン性だったりだとか、あとはその今までのオフラインで活用した時のリソースを無駄にしないで、ちゃんとオンラインに変わった時にもそこのリソースを活用したブランディングや PR ですね、行いました。で、あとはまあ先ほどもお伝えした通り、まあ、短期間で効率的な開発ですねすることで、まあ、いち早く競合他社よりも早いイベントのオンラインでのイベントの開催ができました。で、またオンラインマーケティングですねの投資も、まあ、投資コスト、その開発のコストを抑えつつも、まあ、実際にはそのオンラインでオフラインでやっていた時の、まあ、PR の、まあ、投資資金とかをオンラインに変えたところでより大きな金額で投資ができるようになります。で、あとはその市場ですね、マーケットもなかなかその大きいところをいきなり、ね、狙うのではなくて、まあ、他社がまだやってないところ、まあ、弊社 そのブロックチェーン業界というところであったんですけど、そこのオンラインというイベントがまだ開催してなかったりとかもしたので、そこの市場にもう早期で参入しました。 So now, we are going to share a little bit about ChainTalk online platform. So it is really easy navigation, really consistent design, like no distractions. So the point is you can get the information as you are searching at this moment. So in the first screen, we can see, okay, the biggest crypto Asia summit which is going to be hosting September 28 and 29. So you easily can learn more, just click on there and you can see more details of the event. で、こちらのプラットフォームですね、新しく開発したんですけども、こちらの方で、まあ、デザイン性の方はすごく気をつけて作っています。でもこのホームページを見ればクリプトアジアサミットも大きい、一番大きいオンラインイベントですよっていうのが伝わるような形と、あと、まあ、いつ開催するのか、9月28日29日に開催するというところが分かりやすく作っています。で、ホームのところも、まあ、無駄なものがなく、まあ、シンプルなデザインになっております。So at the same time, you have in the online platform, like you can make a purchase, it's online store as well. So you can buy mining products about Filecoin and other things that we are going to publish soon. So here you can explore online events, TVs, news, explore. The biggest point is everyone can host an event, an easy event in our platform. The market is quite focused because we are not trying to make any kind of online events. So we are focusing on crypto and blockchain events. So that's why when user came to our site, they really can focusing on what they are looking for. で、こちらは、まあ、大きく分けて特徴がいくつかありまして、まあ、一つはそのこちらの、まあ、チケットの購入だったりだとか、マイニングマシンの購入とかもこちらのプラットフォームの方でオンラインショップと同じように購入ができるような設計にしています。で誰でもこちらオンラインイベント TV エクスプローラーとかあるんですけども、こういうプラットフォームとして誰でもブロックチェーンに興味ある方たちですね、自分たちでオンラインイベントが開催できるようなサイトになっています。So we make the online transformation from offline events to online events. Okay, there is a lot of free tools that you can search online, like how much is the potential business online that you are going to make. For example, SimilarWeb. In SimilarWeb, you can search other applications, how they are doing, which are the keywords, where they are doing advertisement,
which are their hot keywords where they are going to make more conversions. Like for example, if you have, let's say Uber Eats. So Uber Eats, since coronavirus, like they grow a lot, it's a huge potential business. But in this case, like Uber drivers, they go down during the coronavirus. So this usually information to make better idea of the business that you are going to develop is really useful to use it, and also it's free.まあ、簡単にご説明しますと、まあ、新しいビジネスを展開していく上で、まあ、データの分析とかも、まあ、すごく助かるというところがあります。例えば無料のツールもいくつもありまして、その中の一つをご紹介しますと、セミラーウェブという分析ツールがあるんですね。で、例えばウーバーイーツとか、まあ、コロナ前とかコロナ後で、まあ、利用者もだいぶ変わったと思うんですけども、まあ、実際に例えば、まあ、自分たちも似たようなそのアプリケーションを作りたいとかっていうニーズがあれば、例えばそのじゃあ競合他社がどれぐらいの、ですか、訪問者数だったりだとか、アプリケーションのダウンロード数とかあるのかとか、そういったところを調べるために、まあ、こういった無料の分析ツールを活用するっていうことも、まあ、新しいビジネスを作っていく上でとても助かると思います。Why we are introducing this is because Teams is making a delivery application. So with SimilarWeb, we can make an estimation of how many potential users you are going to have in Japan during the first month, the first year. And at the same time, we can guess how much money we can make income from every single day, every single transaction, and every single month. So in the period of 1 year, we can guess how much money we can make with our new online business. で、今Uber Eats の事例を出させていただいたんですけども、まあ、弊社自身もまた新しいサービスの開発を今現在進めてまして、デリバリーのアプリですね。で、そういったところで、まあ、実際に例えば Uber Eats の、まあ、ダウンロード数だったり、まあ、ユーザー数ですね、ビジター数だったりとか、そういったところがどれだけあるのかとか、そういったことを分析することによって、じゃあ自分たちのこういったデリバリーアプリの開発においてどれだけのユーザーが集まる見込みがあるのか、じゃあそれで、まあ、単価がいくらだからどれだけの売り上げが見込めるのかみたいなところも、まあ、通常よりも推定がしやすくなるようになってます。なので、まあ、こういったツールを活用して、まあ、新しいビジネスに活かしていただけるんじゃないかなと思います。So, if you are interested in making your online transformation of your business, you can contact us through our website in teams.jp or in our Facebook channel, YouTube channel, and we can make a free consultation for you on how to transform your business to online.今まで弊社の、まあ、オフラインイベントからチェントークといったプラットフォームに変えた事例だったりとか、他のアプリの事例の方をお伝えさせていただきましたけども、もし少しでも興味持っていただけるようでしたら、まあ、ぜひteams.jp っていう弊社のウェブサイトの方であったりだとか、あとは弊社の Facebook アカウント、YouTube アカウントでもいいですし、まあ、気軽に弊社にコンタクト取っていただければなと思います。で、そこで弊社は、まあ、こういった、まあ、状況なので、まあ、無料でコンサルティングの方をまず行わさせていただいて、で、新しいビジネスをやりたい企業様のサポートを行っておりますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。